目のオースティングは、オランダ、北ブラバント州、ソーネンブレウヘル出身の男子プロテニス選手。1994年の全仏オープン混合ダブルス部門で、同じオランダのクリスティ・ボーグルとトップペアを組んで優勝した選手である。キャリアを通じて、ダブルスを活動の重点に置いたが、1999年2月22日に自動車事故で死去した。最高ランキングは、 シングルス72位、ダブルス20位。ATP ツアーでシングルスの優勝はなかったが、ダブルスで7勝を挙げた。オースティングは7歳から家族と共にテニスを始め、16歳まではサッカーとフィールドホッケーもプレーした。1983年にプロ入り。1985年に男子テニス国別対抗戦、デビスカップのオランダ代表選手に初選出され、 同年の全豪オープンで四大,大大会に初出場する。1988年が彼のテニス経歴を通じてシングルス成績が最も好調だった年であり、全豪オープン4回戦、ウィンブルドン3回戦進出などを記録した。全豪オープン4回戦で、オースティングはトットウィッツ圏に1から6、2から6、2から6で敗れ、ウィンブルドン3回戦では、 第2シードのマッツ・ビランデルに1から6、4から6、4から6で敗れた。彼は1989年全豪オープンの1回戦敗退を最後に4大大会の男子シングルスから遠ざかり、1991年夏以後はシングルスを断念してダブルスに専念するようになった。オースティングは1991年の全豪オープン男子ダブルスでベスト8に入り、 同年9月のギリシャアテネ大会で初めてのツアー決勝進出を決めた。1992年4月のシチズンカップ男子ダブルスでデビッド・アダムズと組んでツアー初優勝を果たす。1994年、メノ・オースティングは全仏オープン混合ダブルスで同じオランダのクリスティ・ボーグルとトップペアを組み、決勝でアンドレイ・ウォルホフ,フスキーラリサ・ネーランド組を7から5、 3から6、7から5で破って優勝した。この年は男子ツアーのダブルスでも3勝を挙げ、パートナーはそれぞれ違う選手と組んだ。その後、オースティングは1996年に男子ツアーで7大会のダブルス決勝戦に進んだが、優勝1度、準優勝6度の結果に終わった。1998年3月のデンマークコペンハーゲン大会が彼の最後の優勝になった。 1999年2月8日から14日にかけて行われたロシアサンクトペテルブルク大会のダブルスでオースティングはアンドレイ・パベルとペアを組み決勝でジェフ・トランゴダニエル・バチェク組に6から3、3から6、5から7で敗れた。同年2月22日、彼はフランス・シェルブールで開催された株大会シェルブールチャレンジャーに出場した。 ダブルスの第一シードだったオースティングとサンダーグローンの組は1回戦で地元フランスのアルノークレマーオリビエ・ムティソ組に4から6、4から6で敗退した。この試合に敗れた後、オースティングはシェルブールから自動車でキトに着いた。一人で車を運転していた彼は故郷の総年ブルーヘルまで30分ほどの位置にあるベルギートルンハウトで 悪天候のため車を操縦できなくなり、柱に激突して39歳で死去した。ありがとうございます。